入ったように見えましたが、ゴールです、ですよね、日本ゴール。いやー、なんと相手のオンゴール、日本にアディショナルタイムに得点が生まれました。意外な形、イングランドオンゴール。いやー、日本この1点、川澄選手から最後大木見選手へのラストパスだったと思うんですけれども、ここで入って、主審が得点を認めました。まだありますからね。まだ時間は手元の時計で1分程度残っています。